空撮アイスランドの活火山地帯と火山系。エイヤフィアトラヨークトルはアイスランドにある氷河の一つである。立地としてはスコンガル村の北およびミールダルスヨークトルの西に位置している。すぐ横にカトラ火山がある。この地域は70万年ほど前より氷棒が火山を覆っており、表記以来滅多にこの火山が噴火することはなかった。特に アイスランドで厚密が始まった1100年前以降は、噴火した記録は4度だけしかない。直近の噴火は2010年3から4月のもので、その次に、新しい記録としては1821年から1823年にかけての噴火がある。この時の噴火では同時に、氷河湖決壊洪水も発生している。それよりも過去の噴火は1612年と920年に、 記録されている。この火山の河口は直径は 3km から 4km あり、その周りを100平方 km の氷河が覆っている。山の南端はかつて大西洋に面した海岸線の一部を成していたが、その後海岸線は 5km ほど交代し、かつての海岸線は高く切り立った崖となった。その崖ではスコウガフォスやセリアラントスフォスなどの美しい滝を見ることができる。 強風時には小さな滝では水が舞い上げられることによりまるで水が山へ登っていくかのような光景が見られる。この時の噴火は小規模なものだった。しかしそれにより出た損害は予想以上に大きなものだった。噴火物を多量に含んだ火山灰や有毒ガスにより人や家畜が深刻なダメージを受け同時に中規模の氷河湖決壊洪水も発生し、 マルカルフリュート川やホルスワウ川の流域が被害を受けた。最初の噴火は1821年の12月19日から20日にかけて始まり、翌日まで続いた。この時の火山灰は火山の南から西にかけての地域に特に集中して落下した。それ以降、1822年6月までは噴火は一時沈静化した状態が続いた。 同年6月末から8月初旬にかけて2度目の大規模な噴火が発生した。この時吹き上げられた火山灰は南西はレイキャビーク付近のセルチャルトナルネース半島、北はエイヤフィオルズル共安にまで到達するほど広範囲に降り注いだ。その後、8月から12月にかけての期間は火山活動は昇降状態となった。しかし、 そのままイアフィオルズルでは有毒ガス中毒によるものと思われる牛や羊の死亡が相次いだ。また、ホルスアウ側では小規模な氷河湖結界洪水も続発していた。その中でも最も規模が大きかった事例はマルカルフリュート川近くの平原を水浸しにしたものであった。だが、資料が不足しているため、その洪水の発生した詳しい日時までは不明である。 1823年、数名のハイキンググループがエイアフィアトラヨークトルの河口の観察に訪れた。その時に、新たな噴火口が、グブズナス庭園から少しだけ西に位置するカルデラの最高点付近で発見された。1823年春、カトラ山にほど近いミールダルスヨークトル氷河の地下で噴火が起こり、同時にエイアフィアトラヨークトルの火山の頂上から、 水蒸気の柱が立ち上った。1821年の噴火の際に噴出した火山灰の痕跡はアイスランド南部の各地で見つかっている。この火山灰の色は濃い灰色で、きめが細かく、二酸化系層を68%から70%ほど含んだ中性火成岩であることが特徴である。詳細は2010年のエイアフィアトラヨークトルの噴火及び 2010年のエイヤフィアトラヨークトルの噴火による交通麻痺を参照2009年8月に国道1号線より撮影されたエイヤフィアトラヨークトルの写真。2010年3月27日の噴火。2009年12月頃、火山地域で地震活動が検出されたが、それは火山の地下7から1 0キロメートルの深さで起こっている何千回もの小さな地震であった。 2010年2月26日にアイスランドの気象研究所によって地殻の急激な膨張に加えて異常な地震活動が記録された。地球物理学者はこのことをエイアヤフやトラヨークトルの火山のマグマだまりにマグマが地殻の下部から流れ込んでいた証拠だと考えた。そして作用によって生じる圧力はソルバルスエーリ農場で大規模な地殻の移動を引き起こした。 地震活動は増加し続け、そして3月3日から5日にかけて約3000回の地震が火山の中心で測定された。噴火は2010年3月20日にフィムベルズハウルスと呼ばれるハイキングで人気がある地域に所在する火山の頂上の噴火口のおよそ8キロメートル東において始まったと考えられている。この最初の噴火は氷河の中で起こったものではなく、 亀裂の中で起こり、一部の地質学者が考えていたより、規模も小さかった。2010年4月14日、エイアフィアトラヨークトルは短期間休止した後に、再び噴火した。今度は、氷河の中央の頂上部の噴火口から氷河湖、決壊洪水を引き起こし、大量の水が近くの川に流入したため800人の住民が避難を強いられた。噴火は、自然の爆弾となり、 フィムベルズハウルスでの以前の噴火より10から20倍はより大きい規模と推定される。この2度目の噴火は数キロメートル上空の大気に火山灰を吹き上げて拡散した。そしてそれは2010年4月15日より始まったヨーロッパ上空の大部分の空域の閉鎖の原因となり北西ヨーロッパに航空混乱をもたらした。噴火はまた 稀に見る激しい雷雨を生じさせた。2006年3月のエイアフィアトラヨークトル。カトラ火山の上の氷河、ソルハイマジョカルの上のレクリエーション地域から見たところ。2010年4月4日に高度1万メートルから撮影された北の方角からの写真。ミールダルスヨークトル氷河、フィムベルズハウルス、エイアフィアトラヨークトル。この2010年の噴火を除けば、ここ1100年の間に、 エイアフィアトラヨークトルでは3回の噴火が起きている。920年、1612年、そして1821年から1823年にかけての噴火である。この3つの事件はどれもカトラ火山の噴火の直前に発生している。2010年3月20日よりカトラ火山に近いフィムベルズハウルス峠で噴火が発生しているため近いうちに カトラ火山も噴火するのではないかとの憶測が飛び交っている。カトラ火山はエイヤ・フィアトラヨークトルの火山と比べても、はるかに活発な活火山であり、巨大なマグマだまりを有し、強力な噴火を起こしてきたことで知られているが、現在のところ地殻変動や火山性地震などの異常の兆候は確認されていない。しかし、戦術したようなエーヤ・フィアトラヨークトルの噴火とカトラ、 火山の噴火の関係性は強く信じられており、カトラ火山噴火の可能性を完全に排除することはできていないのが現状である。アイスランドの地理学者の中には、カトラ火山で噴火が発生した場合、氷河の氷が誘拐することにより、大洪水が発生する可能性があると指摘する者も,もいる。オラフル・ラグナル・グリームソン大統領は2010年のテレビ演説で、 カトラ火山が爆発したらこれまでの混乱は、ほんのリハーサルだったと思うでしょう。各国は警戒する必要がありますと述べた。エイヤはアイスランド語で、島を、フィアトラは、山を、ヨークトルは、氷河を意味する。この地方には、昔より、火山の周辺に点在する小山を指す言葉として、エイヤフィヨットルという言葉があった。スコンガル村及び博物館の周辺の地域は、 ティッシュエイフジョラムと呼ばれていた。ありがとうございます。